そわそわ感はずっとすごかったっすね。食ってみて、わ、今日なんかついてるなと思ったんで。こんなに全力で徳島の時やってたぐらいの。はい、絶対怒られる。いいのかな、こんなこと言っちゃって。こんにちは。元気っすか？元気っすね。はい。今とりあえず日本は10時半過ぎで、ポルトガルが1時半過ぎなんですけど、最近は何か変わったことありました？最近っすか、うん、あ、サマータイムになって。めっちゃなんか時間の管理大変っす。このなんか日本の人とやり取りするって。ああ、確かに確かに。ということで、初めて動画で映像で解説するっちをするということで。そうっすね。ちょっとどんなもんになるのか想像つかないですけど、はい、やっていきましょう。今日練習？いや、今週はなんか昨日練習試合あったんで、たまたま昨日が逆に練習あって、今日オフっすね。普段は逆っすね。練習試合とかもないんで、まあ試合の次の日オフでって感じっすね。練習試合出たんすか？いや、出てないっす。まあ出ないよね。あの過去一の足つりを経験した直そうとしてもいくら経っても直んない。足つるのってプロになってから初めてぐらいですか？いや、徳島の時もありましたけど。俺見たことないよ。大抵治りますけどね。治るって何？治るの？治らなくない？ちょっと良くなりますよね。立ってちょっとストレッチしたりできるようになるとか。この前のもう立とうと思ったらダメでしたもん。緊張感もあったのかな？緊張感は多分めっちゃありましたね。ああ、まあそうっすよね。なんとかしなきゃっていう、そっちの感じと、後半入って4-4になったんで、前半より結構戻んなきゃいけなかったんで、その分、普段走ってないところまで多分走ったんで、それで足つったかなと思います。今日見ました、フルタイムで、ようやく。今日っすか？はい。どうでした？なんか思ったこととかいろいろ書き出したんで、とりあえず、すか、はい、行きますわ。はい。はい、まず、初スタメン、嬉しいっすね。一旦は。いや、嬉しいですね。とりあえず、なんか、ずっともやもやしてましたけど、なんとなく、試合出れてないのもそうですし、なんか、チームに役に立ってる感は、なんとなく薄かったんで、今まで。ちゃんとこう、試合出れてっていうところがスタートしたんで、ちょっとずつかなとは、感じてます。でも、庄司さんとも話しましたけど、思ったより早かったね、みたいな。そんななんか兆しはそんななかったんですけどね。これはいつ頃？いきなり？日曜日の。そう、2日前。大体なんか2日前ぐらいにちょっと分けてじゃないですけど、なんか練習前に監督となんかスタートで出る選手をちょっと2人、3人ぐらいですけど、話してて、そいつが急に俺スタメン、お前スタメンだよ、みたいな。バチバチ行けよ、みたいな。俺スタメンなのみたいな感じで始まったんですけど。しかも、フォーメーション4-5-1だったんですよ。それも初めてだったんで。4-5-1っていうのは、ダブルボランチのトップ下ですよね。はい。本職じゃんと思いながら見てたんですけど。抜擢されたのはちょっと分かんないですけどね。正直、急に、まあ多分、まあ前節退場した選手いたんで、その選手の左のウィングバックやってたんですけど、なんか左も多分そもそも人いなくて、多分フォーバックでやろうっていう感じになったかなとは思うんですけど、普段からあの4-3-3の時も結構こう中入ってプレーしろって言われることが多いんで、中にいた方がいいと多分思われてるんで、トップ下で使われたと思いますし、やっぱ間で受けてほしいっていうメッセージはあったかなとは思ってます。あの 1.5 列目中央エリアで求められていることを体現するっていう意味では、一番最初のボールタッチがセンターバックからロブが入って、なんかすごくいい感じで処理ができて、はい、あ、これちょっと今日入りいいのかなみたいな感じで思ったんですけど、あ、今日フィーリングいいなとかっていうのは感じるもんなんですか？多分今回に関してはかなり気を使いました。ファーストプレーに関しては雰囲気も違いましたし、あとはこうアップの時から左で結構シュート打ったんですけど、左足で打ってたんですけど、まあその時からフィーリングはいいなと思ってたんで、まあ最初の入りだけ間違いなかったら今日こうなんか落ち着いていけるかなと感じてたんで、もうなんか気使って本当に最初を大事にしようみたいな感じは初めてだったかなと思いますね。スタメンかもしれないって分かってから準備はいつもとやっぱりどことなく雰囲気は違ったのか？そうっす。なんかまあ、そわそわ感はずっとすごかったっすね。
まあなんかカップ戦でも一応スタメンでは使われましたけど、相手4分のチームだったですし、またリーグってなってくるとやっぱ全然違うっていうのをなんか勝手に考え始めて、なんとなく想像して、まあ準備の男に関してはそんなに変わらずっすかね。ただそわなそるわしてたんだけど、ほど。ああ、なんそうか。いうことね。取る食事とか特に変わらず、ただそわそうそでわす。してただけ。ミーティング始まるまでなんとなく自分が本当にスタメンなのかっていう気持ちもありましたし、そういう意味のそわそわ感と、これから試合だっていうそわそわ感ですかね。最終的に分かったのは、ホテルでメンバー発表されてみたいな感じですかね。ちなみに、ウォーミングアップでフィーリングがいいっていうのは、言語化するのであれば、自分の思った通りにこう全部トラップだったりシュートがうまく運んだり、試合前のそわそわ感がなくなってきて、地に足つく感じが出てきたんで、なんですか、難しいっすね。合ってますかね。芝生の長さと水の具合とみたいな、そういうのも全て含まれるってことですもんね。前々日ぐらいにスタジアムで練習あったんですけど、あ、そうなんだ。はい、その時の方がなんか足ついてないなっていうのはすごい感じて、その時と比べたらなんとなく落ち着いてきて、もう少しこうスタジアムの雰囲気に自分的に圧倒されるかなと思ったんですけど、そういう感じもなく、もうスーッとこう、アップから入れたんで、それが良かったかなと思ってます。デーゲームっていうのもありましたかね。はい。夜雰囲気出るもんね。もありますし、長い時間こう待つ、余計待つことになるんで、よりこうそわそわ感が増したかもしれないですね。確か逆に。に。暑かったの、あれ。結構日差しは、やっぱポルトガルの日差しだったけど。いや、そんなに暑くはないですかね、今は。その週とか、11月入って雨は多かったんですけど、なんかあの試合の日、こうホテルからこう出て空を見た時に、もう今日晴れてんなと思って、それも なんか良かったかなと思いますね。降ってみて、わ、今日なんかついてるなと思ったんで。そこで先につぶやいてたら有言実行でしたね。でも多分俺言ったらできないタイプなんで逆に。確かよに。かった。言わないでやるタイプですね。じゃあまあちょっと試合に戻るんですけど、2分の段階でもうすごく前から全力でプレッシャーかけに行って、明らかに気合の入りが違うなって、こんなに全力で徳島の時やってたぐらいの入りしてたんですよね。まあ日本の時だと喋ってとかいろいろできるとは思うんですけど、自分がこう多くのことを言葉にして伝えることはできないんで、その練習の時に守備がうまくはまらないとかありましたし、まあ自分がファーストプレッシャーになることが多いんで、チームの迷いだったりっていうのを、まあ言葉じゃなくいかなきゃなとは思ってたんで、それが気合の入った感じに聞けたかなと。まあなんかもうその勢いのまま先制点につながるわけなんですけども、敵がセンターサークル付近でボールを持っているところに、まあ、プレスバックのような形でしっかりディフェンスに入るんですけれども、気合の入りですか？それも気合の入りっすね。攻守に早い展開の中で、まあ、すかさずカウンターに出て、まあ、サイドの選手が敵を二人引きつけながら進行していったあたりから、まあ、どのように最初考えていたのかなっていう。その選手は結構ドリブル得意な選手なので、やっぱりできるだけ前で関わったり、前でボール受けてあげた方がいいかなとは感じてたので、並走しながら、まあ、どのタイミングで前に入ってあげようかなっていうのを考えつつ走ってたんですけど、ドリブルに対して2人の選手が一気にガッてボールに寄ったので、あえて前に寄らずに、まあ、意識しながらボール受けるまではそんな感じですかね。ということは、この前に入るタイミングを伺っていたっていうのは、2人目が食いつくか食いつかないかぐらいで、センターバックの斜め前らへんでボールをもらおう、それも考えていたってことですね。まあ基本的にあそこはまあこう自分のことをケアしつつ、そんな飛び込まず、なんていうんですか、もう一人の選手を遅らせつつみたいな感じの守備をしてくるかなと思ったんですけど、そうなった場合はやっぱりタイミングよく間入って間で受けることが大事だと思ったんで、その考えはありましたけど、思ったより早く食いついたんで、その分かなり不利になったかなと思いますね。いざ、ボールが出てきました。まあ、ちょっとプラン変更ということで、並走で、まあ、ややマイナス方向にサポートが入ったわけで、まあ、ボールが来て、ファーストタッチ。ちょっとイメージより外側なのか、イメージ通りなのか。もう決まってはなかったですね。トラップがそんなにうまくいかなかったんで、一瞬どうしようかなと思ったんですけど、これもまあ言ってしまえば気合ですけど、なんとかしなきゃっていう思いもありましたし、気合でシュートまで持ち込んだ感じですかね。パスが自分に転がってくる間にシュートを打とうっていう考えていた割合は。2割、8割ぐらいかなと思います。え、打つが22割。割？はい。
あ、打つ気なかったのこれ最初。最初は外せてたんで、2枚目を。もうちょいドリブルで運んで、で、センターバック、まあ、ちょっと様子見ようかな、ぐらいの感覚ではいたかなと思いますね。まあ、2は言いやすい、3ぐらいです、ね。ってことは、これ、打つ気なく、前のスペースにボールを置いてみたっていうイメージだったんですね。やっぱイメージ的には、もうちょいこうトラップで相手の前入れて、センターバックに仕掛けるところぐらいまでのイメージでトラップを置くイメージだったんですけど、思ったよりも外行って。まあ、2枚目食いついたディフェンスが戻ってくるのもちょっと早かったっていうのもありますね、これは。そうですね、距離、まあ、距離もそんなに遠くないし、もう少しと、ね、コントロールが決まってれば J1 初ゴールの清水戦のように思い切っていくのは想像つくんですけれども、ちょっと遠かったですしね、清水の時、うん、まあ遠い、ちょっと遠いぐらいかなと思うんですけど、感覚的に。そうですね、清水より2メートルぐらい遠いかもしれないですね、はい、清水の時いい感じにちょっとボールも弾んでたしね。そうですね。で、まあ、ここでコントロールした後、センターバックに突っかけるとかがもうだいぶ薄くなって、はい、多分サイドに散らすか打つか二択なのかなとは思うんですけど。はい。右はゼロでした。右は見えてなかった。正直。え、これフリーなのに、徳島だったら絶対ここ使わないと怒られてたよ。はい、絶対怒られてた。いいのかな、こんなこと言っちゃって。右は正直ゼロでしたね。もう逆にむしろトラップが決まんなかった時に、なんとなく感覚の話ですけど、打たなきゃと思ったんですけど、で、左からのディフェンスも来てんのも分かりましたけど、よく見たらあれ、また通ってるじゃないですか。あれもまあ、正直言ったらほとんど見えてないです。どの距離感にいてっていうのは見えてなくて、ほんとトラップが決まんなくて逆に吹っ切れた感じですかね。じゃあこれ股の下も全然狙っていないと。狙ってたらいい、かっこいいですけど、狙ってはないですね。これ狙ってたらすごいね、逆に。すごいですね。打った瞬間どう思いました？まあ、正直言うとそんなに入ると思ってなかったです。言ってしまえば闇雲でしたし、確率が低いことをしてるなと思ったんで、感覚を掴んでいくのもそうですし、そういう意味でも吹っ切れてシュートだって感じなんで、まあ、よく入ったなと思いますし、シュートを打つ決断した自分を今は褒めたいかなと思います。かっこいい。全力で気合の入りが違って、最初のファーストプレイ、セカンドプレイからすれば必然かなという結果ですね。はい、まあ、いろんなことはつながってよかったかなと思いますね。本当、見たことないぐらい体勢強引に持ってったもんね。はい。ってことは、まあ、ある意味、こっからでも、まあ、どんどん打った方がいいっていうことかもしれないですね。なんか。っていう思いました ね。ちなみに、ゴールパフォーマンスはどうしたんですか？あれはなんか、まあ、あの21番の選手が、まあ、結構仲良くしてもらってるんで、まあ、どっちかが点取ったらなんか踊ろうよじゃないですけど、なんかそんな言われて、オッケーオッケーみたいなノリで言ってましたけど。まあ溶け込んでるいい証拠ですね。相手チームもしっかりボールをつないで、いいチームだった印象だったんですけど、やっててどうでした？かなりうまいビルドアップだと思いますし、やっぱシンプルに見えてるとこをどんどん使ってくるチームだったんで、確実に剥がしてくるみたいなサッカーだったんで、嫌でしたし、すごいいいチームだなってのを感じましたね。なんか全然内容と順位が比例してないようなチームでした。なんかいいチームだったね。いや、かなりいいチームだと思いますね。っていうのもあり、前からしっかりプレッシャーかけてボール奪いに行こうっていう分析だったのかな。っていうのはあると思いますね。そんなこともあり、まあ、徐々にリズムをつかまれ、まあ、すぐに追いつかれ。そうですね。まあ、追いつかれたことに関してはそんなにっていう感じでしたけど、2失点目に関しては、やられたとこは自分のとこだったんで、それはちょっと責任を感じてましたね。マークはしっかり外したんですか、あれは。マークですか。はい。あれは、そうですね。もう、めちゃめちゃ準備してるつもりだったんですよね。まあ、しょうがないね。アクション、リアクションのところはね、やっぱり。いやー。そうっすね。やっぱ距離離しすぎてたっていうのを言われて。もっと密着してこう、止めろと。人さえ入らなければ、そういうことは起きないんで。まあ、それはその通りだなと思いつつ、すごいもったいないことはしたなと思いました。まあ、反省ですね。はい。ディフェンスラインの背後への飛び出しっていうの、何本かあったんですけど。はい、まあ、結構簡単に裏取られることが、やっぱ日本よりなんか多いなとは、すごい感じて。で自分の中で裏走れたら狙おうかなっていうのがあったんで、裏に走ることはやっぱりこっち来て増えたかなと思いますね。ちなみにショートコーナーは準備してたんですか？はい、準備してましたね。左足で蹴ろうとしてるのはあれバレてないんですか？はい。最初は右でやる感じだったんですけど、左で立てって、
はい、って言われたんで、まあ、左で立って。いや、まあ、ないのは分かったけど。多分、そんな、多分、情報ないんで、俺に関して。そういうことね。はい、だからもう、相手も多分気づかなかったんですね。じゃあ、まだ今のところはいけるオプションですね。はい、一応。マジでこれ、みんな多分笑うと思います。左でコーナー立つ。何してんのかなと思いつつ、まあ、どうせなんか準備してんだろうなと思いつつ、はい、まあじゃあそこも次回以降も楽しみということで。はい。あと面白かったのは、スローイン投げようとしてあの怒られるっていう。怒られるやつですね。あれめっちゃ笑った一人で。絶対俺が投げたら僕が早いのにと思いつつ。あんなことある？小学生とか中学生でもないでしょ。お前投げるなみたいな。あれはまあそうっすね。俺も思いました。いやまあ面白かったあれは。で後半開始早々珍しくテクニカルファールということで、はい、しっかりユニフォームは引っ張っておりましたけれども、カウンター阻止ということでナイスプレーということでいいですか、はい、これは。いやあれはかなりナイスプレーだった。ジガジさんでさ、まあ、あれはジガジさんですか。まあ、じゃあ、 あれは OK ということで。あれは OK でした。OK ということで、はい、見ていただければ。まあ、試合は、あれも含め、10枚のイエローカードと1枚のレッドカード。はい、まあ、日常ですね。はい。ノーマルです。もう驚くことはないです。まあ、スタッツだけこうやって見ると、すごいカード出てるなと思いますけれども、ノーマルで。何も感じないですね、イエロー出ることに関して。今後、プリメイラリーガを見る楽しみの一つということで。そうですね。はい。まあ、まあ、いいですね。やっぱり攻守に激しくカードももらうことを、まあ、問わないというか、ね。まあ、生活になってる感じということで。そこ行くなよと思う時もありますけど、それもまあ、その選手の判断、いいことかなと思いますね。まあ、暑いですからね、プレーは本当に魂はこもってますね。そうですね。PK で同点に追いついたわけですけれども、もう一回 PK あって外したのは痛かったですね。あれは痛かったですね、非常に。あれ同じ人？同じ人っすね。同じ人同じ蹴り方で行ったよね、あれ完全に。で、1回目触られてたんですよ。でも1回目触られたけど入ったみたいな。もう1回同じの行ったよね。もう1回同じリズムで同じとこ蹴って。あれ帰ったなと思ったんですけどね。まあみんなどんな感じだったんですか、チームメイトは。おいおいみたいな。いやまあ、多分もうそこら辺全然気にしないですね。そうなんだ。外してもなんか選手もひょうひょうとしてますし、周りも全然お、なんか何外してんだよみたいなのもないんで。比較的ナイスゲームだったということで。まあでも勝ちたかったっていう思いと勝たなきゃいけなかったっていうのはチームとしてあるかなっていう感じですかね。初スタメン、初ゴール、長い時間プレーして、はい、ここはまあポジティブですけれども。やっぱり勝ってなんぼの世界だと思うんで、今後引き続きそこはこだわっていくべきところですね、はい。まあでも年内にスタメン出場し、いいプレーを継続してチームにも割と馴染んでいるということで、まあいいシーズン遅れてるんじゃないですかね。そうですね。やっぱ言葉通じない分、まあ、苦労してるというか、こっちの選手っていうかチームメイトも難しいと思うんですけど、いろんな部分をこう汲み取ってくれて輪に入れるように、そういう環境も作ってくれてるので感謝ですし、まあずっと変な感じですけどね、こっちでプレーしてるっていうのも、まあそういう目標でずっとプレーしてましたけど、足がかりとなることがなかったので、急にこっち来てこっちでプレーして試合も出してもらって、はい、変な感じはありつつ、すごいありがたいシーズンかなと思ってます。じゃあまだ若干夢の中にいる感じもしてるってことね。朝起きて練習行って全然わかんない言葉喋られてて、本当にすごいとこ来たなとは感じてます。まあ、皆さん応援してくれてると思うんで、次節以降もまた結果を出してほしいと思います、はい、そうですね、頑張ります。そうですね、まあ、いい意味で早くポルトガルを出れるようにっていう感じですかね。ステップアップを踏んでいければ少しずつですけど見えてくるとは思うので、そのためにはまあ目に見える数字も欲しいと、はい、はい、それが一番評価は高くなると思う、大事だなっていうのは感じましたね。いいトレーニングといい経験が詰めているということで期待していきたいと思いますね、はい、ということで初めて映像でやってみましたけれども、どうですか、文字とは違いますか。そうですね、でも感情が伝わりやすいです。あ、まあ確かにそうだね、ちゃんたんと打ってる感じに見えますけど、本来これぐらい気持ちが入って打ってんだなっていうのが伝わったので、よかったかなと思います。あのまた映像でやれるように結果を出していただいて、そうですね、やっていきましょう。お願いします。ということで、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。